る中島飛行機を源流に持つ富士重工業の自動車製造部門のブランド、スバル。数年前のことですが、アメリカの大寒波による大雪の中で動けなくなったパトカーを救出するスバルのインプレッサ WRX の様子を捉えたこちらの動画が海外の掲示板で話題となっていたのでご紹介します。雪と大型のパトカーというかなり困難な条件の中で救出を成功させたスバル。現在スバルはアメリカを中心にその高性能を理由に海外で快進撃を続けているようです。今回のパトカー救出劇には称賛の声が上がっていましたので、その一部をご紹介します。海外で話題の動画は下の説明文内のリンクから。